スチローに幽閉されし頃より20年余りか。慈悲なく6万を虐殺した織田信長、膨れし欲望を御しきれなかった太閤秀吉、棟梁たる者なぜ皆断りを外れるのか。次は三成殿か家康殿か、いっそ、いや、わしは老い先短い。天下の是非を見極めるは長政。
またどうぞ。よういらした半蔵殿。早速じゃが、鬼が出てうちの殿は太宰府より戻ってこぬのです。腕が足りぬか八千子殿のところに寄っておるかも分かりませぬが、一体どちらかの。
きな賊どもめ、神聖なるこの地を荒らしおって、待ってろよ。早く帰ってこれを届けにやるからな。
永遠の帝と呼ばれ栄華を極めたこの地も今やひどい有様。先の領主高影の治世には多少再建がなされたようじゃが、天神のたたりだ。もうこんなところにいられるか。
鬼が出るなんて聞いてない。ご存命だったならば、このような惨事には。